旅チャンネルミンミンツアー、50代からの女旅、山梨推しの8回編。50代からの女旅の定義とは何ぞや。その1、無理はしない。その2、怪我しない、治んないからね。その3、ちょっぴり贅沢しちゃう。今回は50代の姉と妹の姉妹で旅をしてきたよ。さあ始まりました、50代からの女旅。第1回目は山梨県の大人気スポットの推の八海。ここは富士山の伏流水に水源を発する湧水池。数十年の歳月をかけてろ過され、澄み切った水、とっても神秘的で多くの人を魅了します。富士山を見ながら車は一度推の八海へ。さあ着きました、推の八海。ここはまだ入り口だけどすごいでしょ。推の八海に来てます。推の八海に来てます。推の八海の桜、あいいね、天気も最高。推の八海の入り口にある桂川にはおよそ400本の桜が咲くんだ。その様子はまるで桃源郷のよう。この川もすごい綺麗じゃん。水仙も咲いてます。うん、自撮りっていうか撮ってあげるよ。あ、本当？見て見て、この桜の近さ。うん、近いよね桜が。さあやってきたよ。まずは一番最初に出てくる和久池。ここは大きな売店のある中池。見て見て、水がとっても綺麗です。お魚もいます。富士山もバッチリ見えます。売店を通っていく湧き水の池はこんなにも綺麗なブルー。魚がまるで浮いてるみたいなんだ。推の八海は無料なんだけど、有料エリアの恋の池に行ってみたよ。ここは8つの池の中で一番広い池。有料だからかお客さんも少なくてのんびりできるんだ。これ誰かの住まいだったってことだよね、隠居屋さんの。ご隠居が。本当にご隠居だね。うん、食べるところとか台所とかなくて、うん、隠居さん。ここ、ハンノキ林資料館は18世紀後半に建てられた現存する推の村最古のかやぶき民家。館内には当時の家具や蚕の養蚕場などがあります。こんにちは、金持ちだったんじゃない。江戸時代の武具、重要書類などが展示されています。これは養蚕場だった場所で、そのまま道具が残っています。ここは有料エリア
のもう一つの池、底なし池。なんて綺麗な水なんだ。鯉池はその名の通り、鯉がいっぱい。桜満開の忍野八海、最高でした。忍野八海を出て近くでランチ。口コミで高評価の天正庵というお蕎麦屋さんへ。車で約5分で到着。こちらの名物は富士山の伏流水を使って打ったお蕎麦。古民家風で素敵でしょ。そしてしゃもじに乗った焼き味噌も人気です。蕎麦茶いただきます。あ、小橋美味しいです。うん、私動画回して、動画で入れた。え、動画回してんの？回してる。入ってください。ハゲてないよ。ハゲてない。えー、すごいすごい、いいねこれね。うん、こちらが特の推しの豆腐。見た目も特の。説明あるけど、老眼で読めない、ね、富士山の伏流水を使った豆腐をさらに風味が増すように。私のところに、あ、なんだ、豆乳に浸しておりますので、一緒にお召し上がりいただきますよ。あ、じゃあこの汁を。あ、なるほどなるほど、富士山の伏流水。うん、まず薬味つけずにそのままいただきます。固めの豆腐で。うん、いただきます。うん、なんか住んでる、住んでる、住んでる、なんかスイーツ的な、住んでる。大豆の味っていうより、なんていうの、水の味、うんうん、後味が水。あ、うまい、すごいうまい。おかかの、おかかの、ね、大豆の味じゃなくて後味が水の味がすごいする。さすが、あー、澄み切っている。水、おいしい。失礼します。いいですね、よかった。はい、汁かけて混ぜてお召し上がりください。はい、はい、こちらがぶっかけのお蕎麦になります。こちら薬味、焼き味噌汁、こちらも全て入れていただいて混ぜてお召し上がりください。おろし、後でしゃもじのお味噌ちょうだいね。美味しいね。お蕎麦だけ食べて。どうしたの？きれいな味。ね、うん、水だよ。富士山やるじゃん。うん、これさ、やっぱ水って大事なんだよ。うん、パパの言ってたお茶がうまいっていうのはさ。うん、後味が水だったんだろうね。美味しい。猫子来てよかったね。なめこ、なめこ、こんな大きいなめこなかなかないよ。見てね、うん、漬物玉。4個あるね。いいの。こちらも人気の珍しい卵の漬物。そのお味は？美味しい。全然生臭くない。へぇ、生卵じゃないんだ。へぇ、面白い。この味噌も美味しい。蕎麦美味しい。蕎麦茶。あ、蕎麦茶。それが評判いいわね。うん、なんか綺麗になりそう。
わかります。結構さ、気度が遅いわけじゃん、今。うん、うん、そうだね。だけど全然晩ご飯食べる。うん。なくなってないもんね。うん、星の8回すごい良かった。うん。宮島のしゃもじ。宮島って書いてあります。ここは星の8回です。広島しゃもじだもんね。うん、しゃもじ。星の8回の、うん、まあ、いつ行ってもいいんだけど。うん、本当にあの桜とかさ、うん、あれは良かったな、桃源郷、うん、あれ、星の八海すごい良かったけど、うん、桜があるとないけど全然違ったと思う、うんうん、桜もさ、若いっていうか、なんていうのかな、うん、老木じゃない感じ、うんうん、初々しい桜の色っていうかさ、うん、満開になったばっかりって感じ、うん、すごい体が綺麗になる、水、水うまっ、おいしいね、ここにして大正解じゃない、うんうんね、さすが鳥海大正解、大正解、あそこの、うん、池の茶屋だっけ、うん、池、池本茶屋はロケーション良かったけど、うん、ここはちょっとなんか、うん、もっと特別感がある感じがする、うん、なんか豆腐で、うん、あんまり新鮮とか思ったことないけど、うん、新鮮な感じ、うん、ちゃんと豆の味するのに後口が、うん、豆乳じゃなくて水っていうさ、うん、美味しい水で、うん、ここはあったかいお蕎麦はないみたいだね、うん、あった、あそこのページしか見てなかった、うん、あそこのページしかないんだけど、あ、うん、ね、ない、ね、うん、この後ってホテルに行く、うん、うん、道の駅みたいなところやったね、うん、甘いものとお酒買って、うんうんうん、私は山梨のワイン、勝沼ワインかなんか飲むけど、うん、レモンサワー買うんでしょ、うん、でも、レモンサワーのやつ、あ、うん、で、うん、そうそうね、で早く着けば、ワイナリーがまだやってれば、うん、って言って、あの、伊沢の街中にあるから、うん、最後残して、ごめん、うん、あ、うまっ、水、水、あ、水、水だよね、すごいね、すごいよ、ちょっと今まで食べたことない、パパがお茶買ってくつもり気持ちすごいわかるよね、うん、こんな美味しいお茶があるんだって感激した気持ちが、それがさ、うん、ママのおばあちゃんに入れてくれたただのお茶だったんだからね、おそらくスーパーかなんかで買ったさ、やっぱり水だよ、でもほらもう合わなくなるのは合わなきゃいけないから、でも強制口ですごいね、あ、ドロッとしてきた、うん、あ、初めないかな、うん、そこの方に、あ、本当だ、うん、あ、でも水、でも水、うん、あと味わかった、さあ、食べました、よし、OK、本日のお宿はこちら、木沢温泉にあるスパランド内藤です。お風呂
もレストランもたくさんあって気軽に利用できるのがいい。のんびりとお風呂に入ったら夕食タイム、もちろん飲んでます。え、動画ずっと静かだったじゃん動画なのに喋らない。くつろいでます。部屋着切れました。最高、スパ内藤最高部屋でも飲んでます。さあ、2日目にやってきたのは武田信玄の菩提寺のエリン寺。1330年に禅宗の無双国師によって開かれ、その後1564年に武田信玄が菩提寺に定めたお寺。緑が多く四季折々の表情を見せてくれる静かなお寺です。北条庭園と奥に見えるのが本堂です。何この緑、もみじだよ。あ、もみじだ、最高だね。700年以上の歴史を持つエリン寺、いにしえに思いを馳せながら参ります。さあ、お待ちかねのランチ。せっかく山梨に来たのだからほうとうは外せない。そんなわけで大人気のほうとうの小作へ。せっかくだから甲州名物馬刺しと2回がつく2900円のセットを頼んでみたよ。単品で甲州名物の荷物にもオーダー。うますぎる。うわ、うまそう。大きいね、幅広いね。昼食後、昇仙峡へ。わあ、いいね。いいんですよ、白飛びしてるけど、すごくいい。すごい。すごい、空も青いし。わお、わお、わお。すごい。昇仙峡に到着します。到着しました。到着しました。すごいね、うん、開いてた。やったー、やったな。食べる水晶玉、いただきます。いただきます。すごい美味しそう。こちらが水晶の聖地の名物の食べる水晶玉、プルプルです。そしてサイダー、水晶サイダー、うん、水晶サイダーで乾杯。弾力すごいね。弾力すごい。食べてみる。いただき。キノコとかいらないかも。え、何味？甘いの？水晶。水晶。美味しい。食べてみよう。黒にキラーと美味しい黒蜜。やっぱり美味しい水なんです。キノコ。キノコ。うんうん。うん、サイダー。サイダーなんですよね。なっています。うん、水寒天じゃないよね。なんか、うん、ほのかな祭壇が入るし。あー、上手。いいですか。オッケーオッケー。いや、美味しそう。じゃあ、きなこ蜜入り。はい。何にもなくても美味しいから、何にもない方がいいかな。あ、出ないから。出ないからね。うん、これはなしのがいいね。うん、何にもなしの。うん。うん。うん。やっぱキノコと蜜って美味しいじゃん。それはそれで味わいたい。
きな粉きな粉振るんですよ。これはいいね、うん、夏とか最高だね、うん、夏とか。これさ、家で水と寒天で作ってもこの味にならないじゃん。ならないね。どうしたらいいんだろうね。ね、うん、ここに来て食べればいいんじゃない、うん、そうだね、うん。山梨は水